はい、皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座はメトロノームと一緒に合わせてるんですけども、合ってるかどうかわからない、合わないんですけどとかいう質問をいただきました。まあ、その原因について練習の仕方とかですね、お話ししたいと思います。星が昇ってくる。はい、メトロノームに合わせて練習してください。この BJ ウクレレ講座でずっとお話ししてますね。はい、リズムの壊し屋にならないようにメトロノームと一緒に練習しましょう。メトロノームに合わせられないと、みんなで合わせるときに厳しいですよ、なんていうお話もしてきたと思うんですけども、さて、そもそもこのメトロノームに合わないという方がいらっしゃいます。はい、この原因はまあ何かというと、メトロノームがしっかりと耳に入ってきてない、メトロノームの音がちゃんと聞けてないっていう方と、全くのリズム音痴という二つがあります。このリズム音痴だった場合は申し訳ないですけど、なかなか矯正するのは難しいです。歌の音痴よりもリズム音痴の方が難しいって言われてる場合もあります。これリズムっていうのは、まあ、もともと西洋のものなんですね。日本っていうのはリズムではなく間で演奏する、雅楽なんかそうですけども、あの神社なんかで雅楽隊のあのプイーとかショーとかなってるじゃないですか。ああいうのってリズムではなく間なんですね。ですので日本人持って生まれてるもの、もともとは間らしいんですけども、まあ最近はもうリズムが中心になってきています。これ普通にウクレレを演奏するにはリズムはもう欠かせないものなんですね。まあ普通の人はですね、メトロノーム鳴らしたらそれに合わせるということはすぐできると思うんです。合わないのは、ウクレレの技術が足りないだけで、合ってないことは気づくと思うんですよね。こう実際鳴らして弾いた時にですよ。じゃあそのチェック方法をまずどうするかと言いますと、メトロノームをこう出していただいて、これ今ちなみにこれテンポ100で出てます。でこれに合わせて、ウクレレのボディ、まあ手でもいいんですけど、ちょっと BJ 今こっち側の手がうまく、骨が折れてましてしっかり音が出ないので、ボディトップを叩いてみます。これに合わせて、はい、こうやって叩いてみてください。この時に難しいことは考えなくていいです。難しいことを考えてリズムが合わないという方もいらっしゃるんですね。もうあと 0.2秒で鳴るから手を動かし始めて音が出たとか、これはリズム音痴ではなくて考えすぎなんです。そうではなく、お子さんが、まあ、子供たちの場合こういうのに合わせたりするの好きじゃないですか。だって何も考えずにそのメトロノームに合わせてただ叩くだけで、これに合わせてこうやって叩いていただきます。これに合わせることができたら、あなたはリズム音痴ではまずありません。はい、これに合わないという方、スマホでメトロノームを出しながら、それをイヤホン、ヘッドホンでもいいんですよ、ワイヤレスヘッドホンなんかでもいいんですけど、通勤でも通学でも歩くときに、歩くのに合わせたリズムで出して、その音と一緒にチッ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 って歩いてみてください。はい、それによって体にリズムが入ってきます。歩く時って皆さん一定に右足左足って出してますよね。右出して、はい、左、はい、っていう人いないですよね。スムーズに右左、まあ怪我してる人は別ですよ。 BJ はここ怪我してますけど、そういう足怪我してる人は別ですけど、通常通りこうね、はい、テンポよく歩いていただく、そのリズムに合わせてメトロノームを出す、歩いてるリズムに合わせてメトロノームを鳴らしながら散歩する、通勤で駅まで歩くなどですね、こう一定のリズムで歩けるところで、やってみてください。これが訓練になると思います。でそれはもうクリアできましたよという方、ちゃんとこう一緒に叩くことはできます。じゃあ次はウクレレでやってみましょう。はい、この場合にですね、音を実音でこう出してしまうと、分かりづらくなるので、ミュート、左手で弦を軽く押さえてダウンストロークでこれに合わせて、これ今
今100で出てますけど、100の店舗で早いわっていう方は80でも60でもいいです。自分ができる店舗でこれでダウンで下ろしてみてください。この時にで今わざとやってるんですけど、わざとずらすのは難しいですよ。こうやってずれてる方、ずれないように自分が得意なテンポにして今のをやってみてください。まずはここからスタートです。これがぴったり合うようになってから曲と一緒に合わせるようにしてください。まずここが合わないのに曲合わせて合うはずないじゃないですか。まずは簡単なところから合わせてください。今回のウクレレ講座はメトロノームに合わせて練習する初歩の初歩、リズム音痴なのかなと思ってる方の、チェックしたり、そこから練習していく方法についてお話ししました。もうメトロノームに合わせて普通に曲弾けるでっていう方はこれはやらなくていいと思います。メトロノームと合わせて練習してるけども合ってる気がしないわ、合わないわ、これ合ってんのかな、わからない方は今回の動画を参考に一度やってみてください。この続きはまた機会がありましたらそのうち、またお話ししますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。ということでまた別のお話でお会いしましょう。さようなら。暗い夜空に一つの星が昇ってくる。寂しい心にどこからか光が差してきた。帰るうちはありますか。暖かい日が灯る家。